NHK で,す、ねあのであの「ガンダム誕生秘話」というドキュメントをやってたんですけどもです、ねえー、その中でまあちょっとあの面白かった部分がいくつもいくつもあるので,です、ね、あのそれを取り上げてみたいと思います機動戦士ガンダム」っていうのは宇宙戦艦ヤマト目標というよりはライバル仮想敵として作られていたで仮想敵として作られていたので映画ができないのか。 ということでその富野さんがその時考えたのが毎週毎週テレビアニメとして放送するんだけども実はロボット戦闘シーンだけを抜いてもつながるように作ろうと最初から思ってたと。だから切る時にに、意図的に 後でこれロボット戦闘シーンを抜いてつないでもちゃんと一本の劇場映画になるように考えながら描いてたっていうのがあってそれがねなんかすごく面白かった僕には面白かったのが2点あって一つはこれはその西崎由伸に対する批判になってると西崎由伸は当時「機動戦士ガンダム」が大ヒットした時に「宇宙戦艦ヤマト」でもうメガヒットを飛ばしたわけでメガなんだよ大ヒットじゃなくて宇宙戦艦ヤマトでメガヒットを飛ばした西崎由伸は 大和にも少し関わっていたまあというかメインで関わっていた安彦義和やあと絵コンデで関わっていた富野義之が自分の後から来て追い抜くような感じになっているのがすごい気に食わないわけだよねまあ西崎義信という人の性格からしてもなのでそのなんだろうなあれはいかんと宇宙戦艦大和は第1作目は確かにねあのテレビ版を再編集した映画にしたとそれでもラストは変えたと。 そして宇宙戦艦ヤマトの二つ目、映画版の二つ目からは、ちゃんと全編オリジナルで作ったと。これが映画というものだよっていうふうに言ってた。でも、富野義行はそういう言い方がすごい気に食わなかったと。そうじゃなくて、宇宙戦艦ヤマトみたいな、言ってしまえば場当たり的に1話1話作ってるんじゃなくて、ガンダムっていうのは最初から、実は戦闘シーンを切り離したら繋がるように作ってると。それはなんか、富野義行が、 機動戦士ガンダムのの合体ロボとしての部分だよね。つまり A メカ B メカの間にコアファイターが入ってガチャッと合体するっていうその他にもいろんな合体ロボやってるじゃんあの思想をアニつまりその不要っていうことはないんだけどもドラマ的にはなくても構わないロボット戦闘部分のパーツをガチャリと離してドラマ部分のパーツだけをガチャリ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 と繋いだら劇場映画になる だから最悪手を加えなくてもそれはなんとかつながるように作ってるっていうなんかそのことをね NHK のドキュメンタリーの中ですごい自己否定を交えながら語ってるところがあ,あ面白いなこの人は作品の中のロボットもの,があの分離合体っていう思想と自分のドラマ作りの合体っていうのをそのちゃんとつなげて作ってたんだ。やっぱり、自分のの生き様をフィルムの中に、 だろうな投影するタイプの監督だったなというのが分かったのがすごく面白かったです。